代のねぶた祭りの後は現代のねぶた祭りをご覧いただきましょう。どうぞ。
縄文時代の祭祀北斗七星伝説宗像志功の版画ねぶた祭り、これらはすべて祈りや願いが込められたもの。宇土村から青森へと名前を変え、なお引き継がれる文化、過去の思いが現在そして未来にどんな影響を及ぼすのか。もしかすると宇土たちはすでに知っているのかもしれません。ふるさと祭り東京青森ナイト、世界遺産の縄文の時代から未来に至るまで青森市民に根付いた青森のダンサーによる皆さんへのスペクタクルショー、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。青森市長小野寺明彦です。そして今日皆さんにお届けしたねぶたは NTT グループ草の尾の巫女と山田のオロチハイジであります。どうか皆さん大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。コロナ禍も3年、ようやくリアルのねぶたを皆さんにお届けできました。今年令和5年2023年は青森市にとってもたくさんのお客様にまた来ていただく年になります。
まずは4月16日であります。どうぞ。青森桜マラソン。東京の桜は3月ですが、青森の開花予想日は4月17日です。ぜひ桜の中を走り抜ける青森桜マラソン、東京ドームおいでの皆さん、我こそはという方はぜひ青森で桜のマラソンにチャレンジをしてください。どうぞお待ちしております。そして6月であります。どうぞ。今年の6月は東北絆祭り、東北6県が震災からの復興への祈りを込めて6年に1度ずつ開催しているお祭りが今年青森市で開催されます。盛岡の三叉踊り、秋田の竿燈、山形の花笠、仙台の七夕に雀踊り、そして福島のわらじ祭り、最後に我らが青森のねぶた祭りが一度にご覧いただける6月の東北絆祭り、ぜひ東京の皆さん、青森においでください。6倍楽しい世界をお届けいたします。東北絆祭り6月の開催です。どうぞよろしくお願いします。そして最後に8月2日から7日まで青森ねぶた祭り、いよいよフルサイズで復活です。ありがとうございます。昨年は跳人が県内限定でした。今年こそは全国から跳人の皆さんにおいでいただいて本物のねぶたをお届けします。そして今日たった1台でもこの迫力であった青森ねぶた22倍の22台のこの熱気で青森の東北の夏を盛り上げてまいります。青森ねぶた祭り8月2日から7日までの開催です。どうか夏の青森においでいただきますよう心からお願い申し上げます。お待ちをしております。今日は青森ナイトお運びいただきまして誠にありがとうございます。ふるさと祭り東京はまだ明日も続きます。どうぞ最後までお楽しみいただき、そしてその中心にある青森ねぶた、これからもご愛顧いただきますよう、そして今日皆様に青森の魂をダンスのソウルをお届けしたオールメンバーに大きな拍手をいただいて今日のフィナーレとさせていただきます。本当にありがとうございました。以上をもちまして青森ナイトを終了いたします。ご観覧いただきありがとうございました。
この後も引き続きふるさと祭り東京2023、日本の祭り、ふるさとの味を心ゆくまでお楽しみください。